ポケット PC、ポケット PC、ポケット PC とは、マイクロソフトが開発した、スマートフォンや PDA 向けプラットフォームの名称、およびそれに基づいたハードウェアの名称である。OS には組み込み、オペレーティングシステムである、Windows CE を使用する。なお、2003年以降は、ポケット PC の名称は使われなくなっている。各機参照。ハードウェアの名称として使う場合、 当初は通話機能を持たないもの、競技の PDA を指していたが、ポケット p c ンエディションが開発されて2002年に、米国で携帯電話に搭載されてかは、スマートフォンにもポケット PC に当てはまるものが出てくるようになった。ポーコトプックという語が考案されて普及する以前の1998年に、パーム PC として発表されたが、この名称は、 パームコンピューティング社から発売されてヒット中だったパームシリーズに告示しすぎていたた、すぐにパームサイズ PC という名前に変更されさらに2000年に発表されたバージョンからはポケット PC と解消された2003年のバージョンから OS の正式名称が Windows Mobile になったことから機器についても Windows Mobile あるいは Windows Mobile 機と呼ばれるようになった 日本国内では2002年から2003年頃にかけて、相次いで国内外各社が参入し、多くのポーコトプック機が投入された。しかし多機能型の携帯電話が急速に普及したことから通話機能を持たない、粋な PDA の売り上げは低迷し、さらに2007年になって、ネットブックやんぷっくの登場が追い打ちをかけた。その結果、ヒューレットパッカードの iPack、 デルノアクッサムなどを最後に、ポーコトプック機は市場から消えた。2012年現在、通話機能を持たない PDA としては、iPod Touch、iPad、Android 搭載タブレットが主流となっている。一方で、スマートフォンとしての Windows モバイル機は、HTC、Samsung、Motorola、h u i l e などから相次いで発売され、全世界で一定のシェアを獲得するに至った。 日本国内では2005年にウィルコムから W03 が発売されてヒット商品となり NTT ドコモ、ソフトバンクモバイル、e モバイルからも Windows モバイル機が発売された。しかし2010年以降は iPhone や Android スマートフォンの爆発的なヒットにより販売は低迷し2012年現在市場からほぼ姿を消した。マイクロソフトは 後継のスマートフォン向け OS として、Windows Phone 7を2010年末に投入しており、Windows ベースの PDA やスマートフォンが今後新規に登場する可能性はほとんどい。ポケット PC は PPC あるいは PPC と略す。正確には OS に限った名称ではないが、OS 名として呼ばれることも多い。 なお現在のプラットフォーム名称としての最新版は Windows モーブル6.5である。こちらは俗に WM6 などと略される。しかしこの後が電子デバイスのカテゴリーを指す場合にはバージョン番号は普通つかない。名称の変遷があったため Windows モバイル機のためのアプリケーションソフトは Windows モバイル用のみでなくポーコトプック用。 Windows CEO とされるものでも使える場合がある。1998年12月3日発表。白黒ディスプレイ。PSPC1.1。Windows CE2.11 ベース。1999年2月22日発表。カラーディスプレイに対応。PSPC1.2。Windows CE3.0 ベース。2000年7月13日発表。正式名称は。 マイクロソフト Windows パワードポケット PC 略称は PPC または PPC 2000マルチタスク対応の Windows CE 3.0がベースとなったほか、ポケットインターネットエクスプローラーやファイルエクスプローラーを搭載 Windows CE 3.0ベース2001年10月5日発表正式名称はマイクロソフトポケット PC 2000ソフトウェア 略称は、PPC2002、Windows XP に準じたインターフェースを採用した。ほか、Windows メディアプレイヤーが標準で搭載される。また、これ以降は、ARM k CPU のみ対応となった。Windows CE、NET 4.2ベース。2003年6月30日発表。正式名称は、Microsoft Windows Mobile 2003。 ソフトウェア4ポケット PC。略称は PPC2003。入力方式が新しくなったほか、無線 LAN や Bluetooth の機能が強化された。新たに画像ビューは Pictures 等が標準搭載。このバージョンから Windows モバイルという正式名称が使われるようになったが、ポケット PC、ポケット PC2002 の後継バージョンということで、 ポケット PC2003 という故障の方が一的だった。Windows CE ネット4.21ベース。2004年7月6日発表。正式名称は Microsoft Windows Mobile 2003 Second Edition Software for Pocket PC。略称は PPC2003SE。VGA の高解像度ディスプレイをサポートするようになるとともに、 画面の縦向き横向きの切り替えのほか内蔵キーボードにも対応した。無線 LAN では WP プロトコルにネイティブで対応するようになった。Windows CE 5.0ベース。2005年8月23日発表。正式名称は Microsoft Windows Mobile 5 0 o ポケット PC。略称は WM 5.0。 不揮発性メモリーをサポートするようになり、バッテリーが切れてもメモリ内容が保護されるようになった。全体的なインターフェースや各ソフトウェアがバージョンアップされたほか、オフィス互換アプリの名称がワードモバイル、Word Mobile、Excel Mobile、Internet Explorer Mobile と解消され、新たに PowerPoint Mobile が標準搭載された。Windows CE 5.0ベース。 2007年2月12日発表。正式名称は Microsoft Windows Mobile 6。デザインが Windows Vista Life になり、インターネットエクスプローラーモバイルでは新たに JavaScript や DHTML、XHTML がサポートされた。Outlook モバイルでは HTML メールの表示が可能になったほか、Windows Live を標準搭載し、 Windows Live Messenger などの一部の PC 向けサービスが利用できるようになった。Windows Mobile 6には3つのエディションがあり、タッチスクリーン機能がない携帯電話端末向けのスタンダードタッチスクリーン機能を有した携帯電話端末向けのプロフェッショナル電話機能のないクラシックである。Windows CE 5.2ベース。2008年4月発表。 日本語版は2008年6月18日発表。SCMDM、Microsoft System Center Mobile Device Manager と同時に記者発表され、同ソフトを用いることにより、複数の端末機のセキュリティポリシー管理を一括して行えるようになった。また、インターネットエクスプローラーモバイルでページのズーム機能が使えるようになるなど、若干の機能拡張が行われている。 Windows CE 5.2ベースと言われている。2009年2月16日発表。ホーム画面、従来のトゥデイ画面のデザインが大幅に変更され、要素をハニカム状に配置したものとなるなど、スタイラスではなく、指先によるタッチ操作を強く意識した UI 変更が行われた。機能面ではアプリケーションをダウンロードできるポータルサービスである、 Windows マーカってプレイス4モバイルアプリが標準搭載となったが、わずか3年後の2012年5月17日にサービスを終了した。またインターネット上の Windows ライブサービスのアドレス帳やスケジュールが Windows モバイル上のカレンダーや電話帳と同期が取れるマイクロソフトマイ h o ーンも利用可能となった。日本では2009年12月に提供が開始され、 NTT ドコモの T-01A では2009年12月17日より Windows モバイル6.1から6.5へ無償アップデートの提供も開始されている。2010年末発売 Windows モバイル 6XK までとの互換性を切り捨てシングルタスクとするなどユーザーインターフェースが一新される模様で Windows モバイル 6X 系列 Windows Phone Classic 仮とは平行展開の見込みである。ポケット PC には以下のマイクロソフト社製ソフトウェアが標準でインストールされている。他にもデバイスのメーカーが様々なソフトウェアを付属させることが多い。Windows XP、Vista 等のソフトウェアを Windows モバイル上でそのまま実行することはできないが、開発言語レベルではかなり互換性がある。ため、多くのソフトウェアが Windows から移植されている。ポケット PC 発売当初よりフリーソフトウェア等が多く作られてきた件より現在でも無償で公開されているソフトウェアが多数をめる。ここでは日本で発売されている製品だけを記す。ポケット PC はタッチスクリーン対応。スマートフォンはタッチ非対応機種。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。